みんな仲良くてすごくいい雰囲気でやれてますし、タイのグラウンドもすごいいいので、いいトレーニングできそうです。サイドからのクロスだったり運動量だったりというところを見てほしいです、まあ、まずはチームのみんなと溶け込む仲良くなるところから始まり、まあ、そこからゲームを2試合あるので、戦術的なところもしっかり理解した上で、いいキャンプを終えて次の宮崎に行けるようにしたいと思います。いやそれもまだ、今から仲良くなっていくところだと思いますし、まあ、同部屋が背のちっちゃい中川なんでまあ同い年ですし、まあ、仲良くなれるかなと思います。今シーズンの目標として、まずは ACL 出場権獲得1、そして、カップ戦、天皇杯、タイトルを取るとともに、自分自身一つでも、成長して頑張りたいと思います。いやー、ショック入ってるな、入ってるんですよね、ショック。すごい